皆さんこんにちは、黒猫のミヤです。白猫のマオだよ。野良猫勉強会へようこそ。今回の動画は中学受験の社会の単元別の一問一答になります。日本の工業地帯、工業地域に関する問題をクイズ形式で読み上げます。画面を見ながら一緒に考えてもいいし、ラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよ。それでは早速始めましょう。日本の工業地帯、工業地域。第1問、中国地方の南部から四国地方の北部に広がる工業の盛んな地域を何と言いますか？答えは瀬戸内工業地域です。第2問、静岡県の東部から西部にかけて広がる工業の盛んな地域を何と言いますか？答えは東海工業地域です。第3問、東京都から千葉県にかけての東京湾の東側に発達した工業地域を何と言いますか？答えは京葉工業地域です。第4問、埼玉県、群馬県、栃木県など関東平野の北西部に発達した工業地域を何と言いますか？答えは関東内陸工業地域です。第5問、瀬戸内工業地域の倉敷市で石油化学コンビナートが建設された地区はどこですか？答えは水島地区です。第6問、東海工業地域が発達した原因の一つである静岡県を横断する高速道路を何と言いますか？答えは東名高速道路です。第7問、京葉工業地域で工業製品出荷額の割合が最も高いのは何工業ですか？答えは化学工業です。第8問、関東内陸工業地域でかつて製紙業とともに盛んであった工業は何ですか？答えは絹織物業です。第9問、関東内陸工業地域でセメント工業が盛んな埼玉県の都市はどこですか？答えは秩父市です。第10問、関東内陸工業地域で自動車工業が盛んな群馬県の都市はどこですか？答えは太田市です。第11問、山口県宇部市の盛んな工業の工業製品の種類は何ですか？答えはセメントです。第12問、山口県周南市の盛んな工業の工業製品の種類は何ですか？答えは石油化学です。第13問、広島県府中市の盛んな工業の工業製品の種類は何ですか？答えは自動車です。第14問、広島県福山市の盛んな工業の工業製品の種類は何ですか？答えは鉄鋼です。第15問、岡山県倉敷市の盛んな工業の工業製品の種類は何と何ですか？答えは鉄鋼と石油化学です。第16問、愛媛県今治市の盛んな工業の工業製品の種類は何と何ですか？答えは繊維と造船です。第17問、静岡県浜松市の盛んな工業の工業製品の種類は何と何ですか？答えは楽器とオートバイです。第18問、静岡県富士市の盛んな工業の工業製品の種類は何と何ですか？答えは紙とパルプです。第19問、千葉県市原市の盛んな工業の工業製品の種類は何ですか？答えは石油化学です。第20問、千葉県君津市の盛んな工業の工業製品の種類は何ですか？
答えは鉄鋼です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。